Hey, what's up people? Michael here. If you want to partner your YouTube channel up, check out the link in the description. その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。待って、何するつもり？この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を食らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。
エレン。ああ、今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄い。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ、俺たちの故郷を。